コナミ。コナミデジタルエンターテインメントプレゼンツ、ザ・プリンス・オブ・テニス。はい、どうも、トワコです。ドキサバやります。山に来ました。山っていうか、もうめちゃめちゃ海のど真ん中やったけど、山かな、これ。海辺ちゃうかな、これは。これで前は、はい、どうも。というわけで、行くまでは、あ、立花さん、なんでこいつこんなとこで住んでいく。あ、黒ジャージ帰ってきちゃった。組 藤君、枝持ってめっちゃかっこつけてた それはお前、演舞テニスとあんまり関係ないやろ あ、声楽。なんで藤君だけ単独やねん。ええけど、なんでお前はタカさんと接点やねん。押したり、か人。あ、わあ、不動峰いてんねや、3人。あー、立海狙いたいな。なんでお前だけ振り返ってんねん。お前もちゃんと前見て歩けや。いやー、テニスの王子様、ドキドキサバイバル。36のミスティックというわけでですね。こちらのゲームはもともと、チーム湯豆腐のね、同じフルコンさんと一緒に、やっていこうという計画を着テニ々スの王と、子様、あ、ドキドキサバイバル。龍馬くん、そうですね、フルコンさんと一緒にやっていこうという計画を着々と立ててたんですけれども、いろいろありまして、いろいろあった結果、計画通りに動画を上げることにしました。よろしくお願いします。よし。とりあえず環境設定から見ていくわな。もうメッセージ表示スピードなんか最速にするから。で、メッセージ送りスピードは、どういうこと？前は。BGM の音量つつましくない？あ、うるさ。いや、いいです。あ、もうステレオとモノラル選べるのがすごい昔のゲーム感あっていいな。いや だからなんでお前だけ振り返ってんねん、腹立つな。おまけモードって何？あー、結構いろいろあんねんな。システム読み込みじゃないやろ。もう一個のバージョンやってたらなんかおまけあったりすんねやろうな。では初めからやっていこう。ほな、誰にしよう。あ、名前の入力とかあんのか。どうしようかな。これにします。グワンゲサトミにします。最近僕がグワンゲで遊んでいるからです。サトミはフィーリングです。はい、誕生日は10月の めっちゃ台風来てそうな時期にします。よし。あ、結構かわいい。ごめん そんなビジュアルめっちゃ出るんや、知らんかった、ごめん。なんか乙女芸って聞いてたから、主人公とか全然シルエットタイプなんかと。絶対名字に触れへんにしよう。4月27日。はい、なんかすごい、あ、おる ここにあの中学生乗ってるのと思ったら めちゃめちゃ乗ってる。そういうわけで、明あ、日すみれにちゃん。は合宿所のある島に着く。すみれちゃん、ちょっと顔違わない？あれ、聞いとるのか、龍馬。龍馬いるんや。聞いてるっすよ。こいつらいろんなとこに出没するな。今回の合宿は自然環境のああ。中で我々のみで生活を行い、精神と肉体の鍛錬を行うことを目的にしておテニス関係あんの？ってことは飯とかどうするんですか？あ、聞いてたんや。自分たちで収穫から調理までやってもらう。はあ。当然、後片付けや掃除、洗濯に至るまでじゃ。それボーイスカウトじゃないの？ええー、それじゃあ練習なんてやってる暇ないじゃん。嘘つけ、お前絶対そんなん好きやろ。バカもん。そういった雑事も重要な訓練じゃ。一番好きやろ、なんやったら。そういうわけじゃから、今日はたらふく食って英気を養っとけ。やったぜ 奥にルドルフっぽいのいるけど。おう、そういうことなら今のうちにたっぷり食いだめしてやるぜ。 なんでお前が会話に入ってくんねん。なんやねやれやれ、文太は食べ物のこととなると目の色が変わるね。なんでそれだけ言いに来たんや、あいつ。結構豪勢な食事やからの、
無理もねえって。あ、最強チームと比べると匂いがちょっとキャラ定まってる。よかった。では乾杯の温度を取ってくれ、手塚。手塚も中3やねんけど。わかりました。いいけど。いよいよ明日から選抜メンバーの反サバイバル合宿が始まる。まあ部長やからな。みんな油断せずに行こう。オレンジジュース。相変わらずだな。完全にオレンジジュースやん。で完全にアトベと目合わせへんかったやん。ぼやぼやしてっと立会のやつらに食い尽くされちまうぜ。せやな。意地汚ねえ真似すんじゃねえ。なんでお前は怒ってんねん。もうなんだと。ずっと怒ってるやんこの人。まあまあ二人とも量はたっぷりあるんだし慌てる必要ないよ。モモさあ、タカさんは、タカさんはええな、癒しやな。誰？うわあ、あの人たちすごい勢いで食べてる。ほんまに誰？ほんとすごい食欲。あれか、あのもう一個のバージョンの方の主人公か。お前たちは食べないのか？いや僕はちょっと。お父さんやった、お父さんやったんですね。すいません。おじさん。あ、しゅうさん。遠慮しなくていい、一緒に食べてきなさい。なんで船長そんなええ声やね。でも私たち無理って乗せてもらったわけですし。そうなの？気にしなくていい。出た、お嬢さんたち。急に出た。うわー、絶対40代やこの人。いや、チケット手配をミスしたのも榊グループ傘下の旅行会社。あ、そうなんや。当然の処置をしただけだ。それで乗せてもうたんや、無理やり。ああ、船長、榊監督。こちらでしたか。おったんや。何でしょう、バンダさん。ってことは顧問みんな乗ってるのかな。相談がありましてな。お二方とも操舵室の方に来ていただけませんか。っていうことは早乙女ちゃんもいんのかな。わかりました、わかりました、すぐに伺います。二人ともくつろいでいなさい。はい、くつろぎます。二人ともちちないな。そこだけすごい残念やな。後ろでジミーズの片割れめっちゃこっち見てくんねんけど、嫌やねんけど。よう、越前、ちゃんと食ってっか。あの二人誰。あ、どうもどうも。なんだお前、聞いてなかったのか。主人公です。この船の船長の娘とその友達だってよ。なんでこの船に乗ってるんすか。この船貸し切りでしょ。なんでも旅行会社の手配ミスで急遽この船に乗ることになったんす。すいません、なんかすいません。気になるんなら声かけてみっか。端っこの方でおとなしくしてるんで。別にそういうのじゃないっす。グワンゲと申します。照れるな照れるな。おい、そこの二人。こんにちは。私たちのこと。辻元とグワンゲです。おう、ちょっと話そうぜ。いいよ。だってさ、行ってみよ。里見。里見は普通の名前やから呼んでや。ええやん別に。よう、確か同い年だったよな。あ、そうなの。中2ってことは。そうだよ、中学2年。面白くんだよね。ものすごい差ある気にするけど。お、名前覚えててくれたか。面白くん。まあね。あなたは越前くんだよね。クソ生意気な中1だよね。そう。記念生。うん、そうだけど。やった。なあ、こいつが1年以外に見えるわけねえよな。ああ、そうやな。そりゃ ももしろが2年生やったらもう必然的に龍馬は1年やな。俺たちは明日この船降りるんだけど、お前らはどこまで行くんだ。南の島へバカンスに行くの。彩香のおじさんが経営しているペンション。ああ、彩香っていうのが牛沢彩香の下の名前か。バカンスか、いいんじゃねえの。俺も行きてえな。行きてえよ。合宿さえなけらな。それ一応あれなんや。君のあれ口癖みたいになってんねや。でもすごいじゃない、あなたたちって全国から選ばれた強化選手なんでしょ。こいつらいつも強化選手になってんな。何よ、聞いてなかったの。テニスよテニス。あ、もうそのレベルから分かってなかったの。
キーワードテニスを入手パッケージ見ろや。そうなの、全国ってじゃあみんなすごいのね。40何人もいちゃありがたみないけどね。いやお前その中でも一番強いやないか、まあね、まあこんな感じでわきあいあいとしとるわけや。ここからどうドキドキサバイバルに持ち込まれるんや。いかがですか。何が。どうやらこちらに向かっています。この分だと夜半から未明にかけてこちらの航路と交錯します。こんな時に熱帯性低気圧とは厄介じゃな。なんでそれをテニス部の顧問に指摘されてんの船長。ええ、ちょうど予定時刻に重なりますし。お前がまず最初に気づかなあかんやっちゃうの。お嬢ちゃんたちじゃ対応は大丈夫かね。申し訳ない、あの二人を乗せたのは不用意でした。ああ、なんかもし不安があるのでしたら予定を変更しても構いません。船が揺れるよみたいなやつ。いえ、なんとかしてみせますよこの船の性能なら問題ありません。2行で死ぬほどフラグ立てたな船長。それに娘には万が一の時の対応は教えています。ああそう、それさえ守ってくれれば大丈夫です。期待してるで船長。では予定通りということで。六角おったか。うん、あれなんか、まあ、このゲームに出てくるメンバーはあれだけやけれども、え、めっちゃ CG になった、すげえ。もうなんやろ、航路と交差とか関係なく普通に天気悪い。また揺れがひどくなってきた。いやちょっと彩香ちゃん可愛すぎへん。いやでもグワンゲの方が可愛いな。に遭遇するなんて最悪。いやもういいよ、ここの揺りでええわ。ギャー、いやー、何どうなったの。わかんないけど、パパパンパン、傾いてない。ええ、もしかして止まってない。なんでそれを肌身で感じ取れんねん、こいつすごいな。どうなったの。もしかして事故、この船沈んじゃうの。まあしゃあないよ、沈むときは沈むんや。落ち着かないと。大丈夫って言われたって。そうよ、救命ボートに乗らないと。ちょっとめっちゃテンポよく言ったな。救命ボートに乗らないと。万が一何かあった時はお父さんが来るまで絶対にこの部屋から出んなって言われとるんじゃ。え、ちょっと待ってよ、このまま沈むのを待てって言うのそうじゃない、もう大丈夫、お父ちゃんが来るから困ったら来たお父ちゃんじゃないよ、来たそら怖いわ、こんな入ってきたら。何やってんだお前ら。早く逃げろ。え、そうなの。あ、はい、お父ちゃんが来るって。こっちの救命ボートに乗れるぞ。あ、カイドウが声張ってんのすごい。んなこと言ってる場合じゃねえだろ、急ぐんだよ。そうよ、行こう。いやお前気軽に言うけど、こっちにお父ちゃんの命がやな。言ってんじゃねえ、風が強いからな。手を握ってろ。ももちゃん、頼れる男。はい、あ、この人ちょっとかっこいいかもよ、仲良くしとけ、次期部長やぞ。言ってか。いえ、別に睨まれちゃったそんな、いいぞ、遅れんじゃねえぞ。言うてもうた、てめえこそ。いやー、急展開にもあんな穏やかな始まりやったのに、わずか数分で全国中学テニス大会を前に、選手育成委員会は全国から有望な選手を選抜し特別合宿を行うことを決定した。合宿場所は海に浮かぶ絶海の孤島、その島で反サバイバル訓練で精神修養を目的とした合宿になるはずであった。だが背景がすごいな、チーム忍者のロゴみたいやな。合宿所の島を目前にした夜、選抜選手たち乗った船が嵐に遭遇、その行方を絶ってしまった。気軽に言うなよ大事件やないかあちゃー、お父ちゃんどうなったんや、生きとんか。あれ、あ、手塚、気がついたか。はい、
ここはよかった。あ、お前おったんや。え、なんで、あれ、あ、そうか、私たち昨日の嵐で。大丈夫？はい、早く。ここは、いや、もう全然大丈夫。うわー、大丈夫じゃなさそう。戦国か、今の。ものすごい仁王立ちしてんの。わかんない。でもどっかの島みたい。もう後ろ姿だけで絶対アヒルってわかんの、すごいな。島、あー、それでみんなは無事なの？みんないるってわけじゃないみたい。あー、確かに。その横にもっとわかりやすいジャッカルおったわ。先生方や船長が見当たらない。あー、なるほどな。お父さんが？全員救命ボートに乗ったのは確認したんだが。死んだんちゃうかな。大丈夫、きっとみんな無事よ。そう信じましょう。ていうか、お父ちゃん救命ボート乗ったんやったらなんで娘の部屋来えへんねん。むっちゃムカつく。おとんムカつく。おい、そっちは全員気がついたか。はい、ありがとうございます。気を使っていただきありがとうございます。ああ、声楽は全員無事だ。チョコ怒らせていただきます。こっちも全員いる。ああ、うん、俺たちも揃っている。お前は保護者やろ、どう考えても。六角メンバーも欠員なし。ああ、六角おったんや。俺たちも大丈夫だ。ああ、おったんや、ルドルフ。同じくこっちも全員いる。なんでお前が喋んねんと思ったら部長やったわ。比嘉中も全員いますね。ああ、そうですか。どうやら監督たち以外は全員無事みてえだな。なんでここで綺麗に監督だけいてないんやろ。おじい大丈夫かな。早く探さないと。一番生きてるやろ。潮の流れからすると先生たちもここにたどり着いた可能性は高い。ああ、その確率は 97%。 もうお前らが言うやったらそうなんやろうな。ならこの島をくまなく探索すれば見つけられるんじゃねえの。ああ、けど探すったって一体全体ここがどこだかも分かんないぞ。確かにな。いや、ここは多分目的地の合宿所のある島だな。はは、この近辺に他に島はね。適当に言うてない。そういえばさっき、うわ、無駄に男前。向こうの山の田の方に山小屋みたいなものが見えたよ。よう見てんな。おそらくそれが合宿所だろう。ああ、俺たちが行く予定だった場所だ。じゃあ合宿所目指そうぜ。とりあえず合宿所か。めちゃめちゃ大所帯で。とにかく行ってみようよ。先生たちもそこにいるかもしんないじゃん。ああ、そうだな。一休みしたら合宿所に向かおう。ああ。素直やねんな。そこ素直なんや。っていうかこれバージョン違いで攻略できるキャラが違うから。まだかよ、いい加減腹減ってきたぜ。なんかキャラとはぐれんのかなと思ったら全員いるんや。赤や、もうバテたのか。っていうことは完全に主人公の好みってこと。海辺と山辺はバテたんじゃなくて腹が減ってんすよ。朝から何も食ってねえし。ジャッカル背低くない？ハゲとるやん。そろそろ合宿所が見えてきてもいい頃だと思うけど。あれじゃない？お、着いたか。何？どれどれ？お、そうだ、間違いねえ。おお、ここで合宿所に来て、ここから数日間のサバイバル生活というわけですね。遭難した意味あった？これここだな。結局やってることじゃ予定通りのことじゃないの。うん、意外としっかりした合宿所ですね。なめこ、こんな男前やったっけ。おじい、いるの？龍崎先生、いらっしゃいますか。おいしってやっぱりなんかちゃんと書いたらおかしいな。返事がないや。なるほど、やっぱ先生方は見当たらんと。誰もいないようですね。手塚。はい。どうした。ちゃうわ。名乗りが返事した。このロッジ鍵がかかってないよ。よし、中に入ってみる。よし、入るぞ。ほらほら、誰かいませんか。うん、埃が積もってる。誰も来てないなと。こりゃここには誰も来てないな。ま、ここ1ヶ月ほどこの合宿所は使われてなかったらしいからな。なぜそんなことを知っているのか。榊監督に聞いたんだよ。なるほど、榊監督なんや。この島は榊監督のレジャーグループの所有物でな。榊監督が榊監督って呼ばれてるの気持ち悪。
榊監督の？榊監督って呼ぶな、やめろ。やれやれ、それもあってこの島を合宿所にしたわけですか。ですが、はあ、この地図、島の地図じゃないか。せやろな。うん、そのようだな。しかしほとんど何も書いてありませんが。お前らすごい無能な地図やなこれ。おそらくこの合宿所の案内図だ。この近くのことは多少書いてあるであるが。アトベ、鍵の束があった。あー、レンジ君有能。そいつは他のロッジの鍵だ。サンキュー。外に出て他の建物も調べてみるか。あ、そうだ、よろしく。じゃあ俺この辺でくつろいでるわ。どうだった？すっごい指さされる。